うん、どうですか、みさこさん。なんかぎっしり、ぐっちり、ぐっちり、ずっしり、すごい。嘘でしょ。すごいだけの感想。ぎっしり、ぎっちり、すごい。じゃあさっきまでのスペアリブと違ってなんか脂身が少ないのよ、この部分が。ああそうそう、肉だからすごいギューって、うん、ギューっていく。どうした？ほら、どうした？ほら、どうしたの？鳥皮が嫌いなの？違います。あの骨がどこにあるか探してたんです。パンクツカなの？L 字型にあるよ。あ、なるほど。野生人の時に。うん。野生人にしちゃいい肉食ってますよ。うん、しかもいい調理法。めっちゃスパイス効いてますね。そうだね、ちゃんと下味つけられたもんね。昔の人って鶏肉と一緒になんかこう草とかと一緒に焼いたりしたのかな。どうなんだろうね。うん、後々文明が発達してあれになったのか、うん、それともどっちが先なのか、うん、気になる。昔の鶏肉なんか品質改良されてなくてあんま美味しくないから、確かこの辺の工夫はなんなら今で発達してる可能性ある、うん、確かに美味しく食べる方法っていうね、うんうん、お辛い。ダジさん早いね。早っ。辛いで綺麗。食べんの綺麗。うん。ずっしりきてます。うん。うん。最初聞いた時この曲さ、ザバババって言ってるって。いやちょうど利根川やってた時だったじゃんさ、ナビギーなのが。ザバババ。完全ね、骨側に毒されてる。いやもうちょっと絶対そんなわけないのも分かるのよ。突然ね、復活の機会対応してザババババ。なんか知れると思いますか。佐藤君畑もびっくり。よかったよかった。すいません、日の神様。素手でいくの。すいません。なんか全ての相手だって何任せちゃって申し訳ない。すいません。はい、もう、確かに。伊達さんもやっぱ、食に貪欲なんですよ。美味しいものを美味しく食べたい人だから。いや、関係ねえじゃん。どんな顔。そうそう。どっちってゆるちゃんはしたいからとかの方がね、まだ近かったの。そう。ゆるキャンココしてんのに。今の顔最高に漫画でしたね。うん、漫画だった。肉めっちゃ食ってる。そこ関係ねえじゃん。じゃあこの後美味しく、あれでしょ、マシュマロを痩せるためじゃないの。うん、ポップコーンやんなきゃいけない。ポップコーンやろうよ、麦。顔いや、え、あれマジやったことないの。え、どうやってやるんですか。あ、ちょっとやってみて、試しに。何も見ずに。え、それやばくない？読む。あ、でもまあまあ、でも説明書書いてあるから。あ、説明書か、読めばいい。それに、うん、それくらいならできる。うん、初めてのポップコーン作り。それ取ろう。気をつけてな、長袖気をつけて、長袖。バババババって言った。ちょっと上目でやった方がいいよ。うん。ちょっと言うすんの、早い早い、言うすんの、早い早い。一旦置いとけ、置いとけ。これ熱いかもね。手元大丈夫？まだ大丈夫。うん。あははは、素手はやべえ。やべえ。絶対焼けませんよ、これ。なんかちょっとだけあの焦がしてる感だけ味わって。ポップコーンって種か。あ、白いふわふわは中にはまだない。
ここちょっと何だろうと思って考えちゃった。いい感じのエレンギみたいになってる。